皆さんこんにちは、ヒガです。はい、ということでですね、本日なんですけれども、秋バージョン、そして女の子、この服が可愛いよー、やっていきたいと思います。ちょっとね、夏前にちょっと一つウェアをね、使ってこの洋服とか結構可愛いよとかっていうのをね、ちょっとやったんですけれども、そろそろね、一応今もう9月に入りまして、秋に向けてそろそろ皆さんもね、準備をしていく頃かなと思いまして、秋に向けてこの洋服可愛いんじゃないかなっていうのを探して紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。いやー、秋服どんなのがいいかなって、これ男性なんですけれども、女性の方を見ていきたいね。秋服だから結構もうね、結構いろいろモードチェンジしてきてるね。あー、はいはいはい、結構違うね。まあ、僕って結構まあギャルを、今回ね、結構肌とかも黒くなってギャルっぽくなってるとは、もうまあまあもう思いはすると思うんですけど、まあ僕ね、まあ、ギャルが好きとは言うてますけど、ギャルの中でもやっぱなんかこう言葉遣いがあんまり良くなかったりとか、お行儀が悪かったりとか、まあ、そういう結構まあ汚いギャルはあんまり好きじゃないの。で、そういうのを見るとぶっちゃけやっぱ中身いいなと思うし、まあ、ぶっちゃけなんだかんだやっぱね、ギャルも生徒の方もね、僕なんだかんだ結構好きだと思うんですよ。なんで、まあ、こっちのもうちょっと綺麗系というか、そっち系の系統の方をちょっと今回はね、見ていきたいなと思います。どれかな、どれかな、どれかな。とりあえず一回全体的を見て、全体的に見ていきたいと思いまして、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。花柄ワンピース、うん、いいねいいねいいね、これいいね。まあでも普通になんか秋っぽさもあるしね。こういうセットアップも可愛いね。こういうセットアップ、うん、こういうセットアップもいいし、あー、こういう系とかも全然いいと思う。なんつうなんて言えばいいのか分かんないけどね、こういう系もいいなと思います。なんだろうな、あー、いいんじゃないこれ。あー、意外と違った。GU なのにこれ可愛い。女の子のやつ GU なのかな、うん、GU のセットアップコーデ、一目惚れして購入らしいけど、これ可愛い。これ普通に GU だけど全然可愛いと思う。ストリート、もうこういう系で分かれてんだ。ウェアやっぱ見やすいね。オレンジ、サングラス、花柄ワンピース、セットアップ、トゥデイフル、カゴバッグ、綺麗めカジュアル、あんま分かんないけど、あ、こういうのとは結構女の子好きそうなんじゃない。コーディネート、おー、こういうのとは結構好きそうな人多そう。キャミワンピ、はいはいはい、おー、こういう系ね、はい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 。オレンジってやっぱ流行ってんの、流行ってんのかな、やっぱり。オレンジって言ったら一瞬でオレンジいっぱい出てきた。あ、これ可愛いじゃん、これ可愛い。普通にシンプルに足長く見えるし、あ、こういうのとかも可愛いと思う。あ、こういう系とかも結構可愛いと思います。僕的には好きっすね。はい、でも難しいね、やっぱり女の子のやつって。やっぱさ、男、女の子のってやっぱいろいろ種類あるからさ、難しいなと思います。じゃあそろそろガチっぽくガチにやっていきますか。一旦さ、ちょ選ばして、ちょっとだけ俺がガチでちょっと見させて。はい、ということでですね、今回ね、私が選ぶベスト3を紹介していきたいと思います。今回は3種類のハッシュタグのところから探しました。一個一個全部違うやつで順位付けをしました。一応ね、いろんな人がいると思うし、いろんなね、服装もあると思うので、全部ジャンル違う感じで1ジャンル1ジャンル1ジャンルでベスト3つけていきたいと思います。僕が決めたベスト3の第3位を紹介していきたいと思います。第3位はドゥルル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 ルこんな感じにしたんですけど、なんかパッと見なんかストリート感はなあんまないけど、多分バケットハット、バケツハット、バケツハット、まあバケハとか、あとまあ T シャツとかもね、普通にちょっともいいし、まあストリートのカテゴリーの中からちょっと出てきたんですけど、これを選びました。まあ、シンプルかつちょっとなんか足も長く見えるし、なんか普通にいいなって思いました。まあ熟原系かな、これ多分熟原系のストリート系っていう感じで、まあ、今回はこれがまず第3位のやつですね。はい、第2位ですね。第2位はじゃん、ハッシュタグはキャミワンピのこれです。じゃじゃん、これがね結構いいなと思って、なんかねワンピースで結構あんま1枚じゃない、1枚とかじゃないけど、こう多分楽に着れるだろうなとも思ったし、
まあなんかまあこの画像的に結構まあ雰囲気も結構なんか良くて、なんか結構普通にいいなって思いました。大人っぽいっていうか、なんていうのかな、シンプルだけど結構綺麗系っていうか、そんな感じに感じましたね。これはいいんじゃないかなと思います。まあこれ着て普通になんか着てたら、あ、おしゃれっていうか、なんかあ、大人っぽいなって思う感じはしましたね。なのでよかったら第2位を参考にしてみてくださいっていうことですね。私が選んだ女の子の好きな私服第1位は、ドゥルルルルルルじゃん、ハッシュタグをオレンジ、これです。ダダーン。はーい、これ普通にいいなって思いましたね。まあちょっと今まだ若干夏っぽさもあるのかわからないけど、でも上は普通に白の T シャツ着て、下オレンジ。結構わかんないけど、なんかこの見た感じで言うとオレンジ流行ってんのかなみたいな。まあオレンジ流行ってる、今年が流行ってるわけじゃないと思う。もともと結構オレンジ系はさ、結構オレンジメイクとかもさ結構あるし、結構まあ流行ってるんだろうなとは思うんだけど、ごちゃごちゃせずに、だけどオレンジのやつがパッと見えて可愛いし、だけどなんかまあ綺麗で足も長く見えるし、いいなって思いました。いやー、今回ね結構ね2位と1位で結構かなり迷ったね。このね1位のやつはね多分普通におしゃれだなと思うし、結構こういう感じのやつも多分流行ってると思うから、よかったら真似してみてはいいかな、いいんじゃないかなって思いました。はい、まあっていう感じですね、僕の中では。はい、っていうことですね。今回はこんな感じですね。いやー、皆さんはどれが好きだったかな。まあ結構若者、若い結構10代の人たちはストリート系とかやったりとかも多いかなとも思うし、20近い人とかぐらいの人とかは、まあ、1位2位のところとかも多いかなっても思いました。なのでね、まあ、結構いろんなジャンルもあるけど、いろんなジャンル見た中でもこんな感じにしました。まあ、ちょっとまあ僕の好みに寄ってしまうのかもしれないんですけれどもまあいろいろねいいなと思ったので、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。ということでね、今回はね動画を終わっていきたいと思います。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。